んにちは、デカシェルリンダチャンネルへようこそ。今回はシェルティと私の100日間の20日目をお送りしたいと思います。よろしくお願いします。今回ちょっと夜に撮影したので少し画面が暗いですが、いつも通り楽しくトレーニングしてきたので最後までお付き合いいただけると嬉しいです。あとカメラの撮り方も今回少し変えてみました。いつもは小さい三脚にカメラを固定して撮っていたんですけれども、今回は体にバンドを巻きつけて、そこについている金具にカメラを取り付ける形で撮影してみました。この方がリンとより近くで撮影できるかなと思ったのと、より飼い主目線での撮影が可能になるので臨場感があっていいのかなと思ったんですけど、ちょっと撮影したのを見返してみると若干画面酔いしそうな感じですね。と後半鬼ごっこしたんですけど、もう画面がブレブレで全然リンタがフレーム内に入ってなかったので全部カットしてしまいました。なので今回の動画は若干短めにはなってます。ちょっとあんまり思ったよりいい感じに撮れなかったので、また次回からは三脚で撮影するタイプに戻ると思います。今リンタを横について歩かせる練習してますね。ただリンタ元気いっぱいで飛びついちゃってます。また横につけてますね。やっぱこの撮影方法のデメリットとしては、飼い主の横についてるリンタを撮影できないってことですね。今までして6歩か7歩くらい離れてます。だいぶリンタも待てが上手になってきたので一歩ずつ離れる距離を増やしていってる感じです。調子のいい時は40秒から50秒くらい待てができるので、だいぶ元の調子に戻ってきてくれたかなといった印象です。ちゃんとお利口さんに飼い主の方を見つめてくれてますね。20秒くらい経ったので15メートル離れていきます。この時もお利口さんに待ってて偉いですよね。投げて可愛いです。最近は15メートル離れてさらに10秒待てができてるので、だいぶリンタも待てが上手になったんじゃないかなと思います。今リンタの右側に回り込んでおやつをあげるとこです。ホーミーに鬼ごっこしてるんですけど、カメラがブレブレですね。ごめんなさい、画面用意してしまったら。ちょっと次回から元の撮影に戻します。かなり元気いっぱいですね。まだリンとは遊ぼうよって誘ってます。あんまり長く鬼ごっこしすぎるとリンタ興奮して吠えてしまうので短めで終わらせてます。ちょっと今回カメラの画面にリンタが映ってなかったのでカットしてしまったんですけど、私が公園で手袋を落としたんですよね。そしたらリンタがすごい嬉しそうに加えて走ってたので、あ、こういう遊びもリンタ好きなんだっていう発見がありました。普段外ではボールとかフリスビー使ってもあんまりこう持って帰ってきてくれる子じゃなかったので、手袋ならもしかしたら持ってこいの練習ができるかなっていう新たな発見になりました。もし次回余裕があったら手袋、いらない手袋を公園に持ってって持ってこいを教える練習もやってみたらいいかなって考えてるので、よろしければ次回も覗きに来てください。持ってこい遊びができるようになればだいぶリンタを運
動させてあげられるんですけど、やっぱ室内にできても外の環境だと刺激が多いのでなかなか思うようにはいかないですね。これは地道に練習が必要そうです。で、最後にもう1回待てをさせてます。だいたい1回の散歩に行くたびに2回は待ての練習するようにはしてます。調子が良さそうだったら3回くらいはやったりしますね。ただあまり多すぎるとリンダも嫌になっちゃうのでマックス3回までにとどめるように気をつけてます。夜の割には公園の明かりが結構眩しいのでリンダはちゃんと映ってるかなって感じですね。最近は YouTube のコメントもだいぶ増えてきてとっても嬉しいです。どれも大切に読ませていただいてます。ありがとうございます。また今後も動画をアップしていきますのでよろしければご視聴ください。ではありがとうございました。さよなら。